観衆6万、サイドは右に日産、左読売。延長の前半15分が始まりました。まあ、延長になりましてね、読売の速攻がどう出るか、日産がですねどれだけオープン攻撃ができるか、はい、これが見どころですね。なるほど、抜けた山田、俊足山田、ウイング山田、先制点に入った、シュート。いやー、シュートまで持ってきましたよ。早いでしょ。ただよりも初めて見た場面ですね。仙台二高から早稲田、そして全日本のキャプテンを務めてアジアの壁と言われました。昨年の4月にご覧の通り加藤久志先生、早稲田大学の助教授になりました。あのシーズン前に左手首骨折したんですよ。はい、なんで加藤さんやったんですか。オーバーヘッドの、ね、はい、練習をしてて若気の至りですと笑ってました。いやいや、やはりね、ゲームにはそういう技術が必要だということを知ったために、やはりこの年齢33ですか、35歳、そうですね、はい、それになってもやはり新しい技術を作ろうという努力が、まあ、災いを招いたんですけど、すぐ克服しましたね。そうでしたね。一昨年は日本リーグ5試合しか出ませんでしたけれども、去年はフル出場。はいはい、あ、これ×作りましてダメだという、レフリーの高田さんは単価の用意をさせてますね。左膝も痛めてます、その加藤久志。あ、ちょっと難しい、まあ、加藤君ね、相当精神力はですね強い選手なんですよ。その選手がダメだというですねサインを送ったということはかなり重傷ですね。用意していたのは、準備していたのは2番の倉田ですが、あの倉田君もね、ホンダに所属してましてキャプテンやってですね、大試合にはかなり強い選手ですし、非常にですねタフな選手ですから、まあ、加藤君のこのねこれまでのプレー、さらにですね加藤君より素晴らしいプレーしてほしいですね。さあ、その倉田が出ました。全日本のキャプテンを務めていた加藤久志。トニーニョカットした。さあ山田、ルーキー山田、ハーフウェイラインを突破、20m、30m、左サイド、エバートン、正面では右のままいる、イベラトではない、ヘッドでクリア、平川でした。試合入ってますもんね。この中に20人の選手が、これですから画面の中に非常に選手が多いですね。さあ日産チャンスだ、木村から左へ、水沼、さあ持ってった、フェイント、ドリブル、セッタリング、ヘッド合わない、ヘッド合わない、あ、木村シュート入った、木村か、勝ち越しシュート、ロングシュート。手元の時計では延長前半17分ロスタイム。結局2対1、得点に結びつけたのは水沼君のドリブル、はい、そして木村君のシュート力と、はい、この2人のベテランがですね、ベテランがやりましたね、やりましたね。ここですね、その水沼のフェイントの抜けきらないうちにセンタリングした、はい、これで競り合って落として、レナトが落としましたね。ここにいたのが木村、はい、ニアシュート狙いすます。おそらくこれ横からですので見にくかったですけれども、まあ、バナナシュート、カーブをかけたシュートだった。それよりもですね、もうあのコースを狙ってですね、思い切りインステップという、足の甲に思い切り当てたですね、そういう小細工のない、ドンというシュートですね。いやー、素晴らしい。これで延長の前半を終了して、これから延長の後半15分、ペペ監督は残り15分にかけます。前半ね、すでに15分終わってたと、はい、それが伸びてたために今得点取られたということでの抗議ですね。なるほど、手元の時計では17分ぐらいでしたからね、まあ、加藤君の怪我がありましたから、ですからね、さあ延長の後半15分、読売再び1点リードされました。1人少ない10人の読売、サイドが変わりました。延長戦は休みなし、そのまま始まります。今横断幕、2002年ワールドカップというその横断幕も見えました。東京国立競技場、
ワールドカップの立候補も決定しています。6月には招致委員会の設立総会も開かれました。まあ、そういう93年からはそのプロリーグが始まります。日本サッカー界も大きく変わろうとしています。92年の元日、71回の天皇杯の決勝は延長戦、1点を争う攻防。また、まあ、読売が1点リードされたんですけれども、読売があの追いついた1点と同じような場面を作れるかどうかですね。そうですね。個人技というものを発揮できるかどうか、はい、さあこれで両イレブンの精神面を伺いましょうか。1点リードした日産、はい、1点リードされてしかも人数が1人少ない読売、これはもう完全に日産がですね、精神的にも優位に立ちましたね。あとは読売がですね、私やっぱり焦るプレーっていうのがですね出てきた時に勝負あったになっちゃいますね。なるほど、ええということはある程度日産は引き気味、ボールをキープする、ゆっくり攻めていいですね。なるほど。そして幅広くグラウンドを使う、そういうサッカーができたらですね、ミッション。しかし今読売の最終ディフェンスラインは随分カットした、カットした、持ち込んだ、ハーフラインを越えた、ホニーニョ、ホニーニョ、ホニーニョ、上がってったのはホリーケ、やっと取られました。今このトニーニョがずっと、しかしボールをカットして上がっていったのはディフェンダーのあのホリーケ、ストッパーのホリーケでしたね、ですから今のようなプレーではっきり追いつこうという積極的なプレーというのが読売には出てきてるぞと、出てきました、ね、今の最終ラインはホリーケと、そして加藤隊長によりましてラモス・プラタ抜けた、武器山田、チャンス、打てるか、打った、シュート入った、ヤタルキ、右45度、見事なルーキー山田。これ山田はリーグ本田戦初先発がありましたが、はい、公式戦でゴールというのは初めてじゃないでしょうかね。かもしれません ね。全くノーマーク、まあ、これはね、はい、読売の選手が得点を取るためにですね相当攻撃にですね、はい、目が向いてた、守備陣が薄くなったところを使いましたね。レナトからラモスが守備しようと思ったんですけども、はい、これフリーになってました、はい、もう完全にここはですねスペースができちゃってますね、うん、しかしこの角度からね、薄い角度ですね、逆サイドへですね、ゴロのシュートを打てるところにこの山田君の非凡さというのが伺われますね。さあこれで3対1、読売戦、さあトニーニョ、トニーニョ、トニーニョ、シュート止め、キーパー増田が好判断飛び出した、さあ穴が開いているそうです。読売カズ、大きくクリア、大きくクリア、さあ4点目のチャンス、レナト、キーパーと1対1、決まった、4点目、絶対に1対1で逃がしませんね。ここにねやっぱりプロの一級品がありますね。あ、これでほっとしたというところですね。ベンチはこれで決まりました。まだ残りはここからですね、このドリブルのコースを見てください。後ろから追いかける選手が走れないようにしてしまう、このドリブルがクッと中に入りますね。なるほど。それで振り切ってですね1対1狙いすまして確実に決めると、もう今ゴールキーパー藤川しょうがないですね。これは仕方がありませんですね。これはもうレナトのですね、素晴らしい技術ですよ。4対でフルパス、ホニーニョ、ホニーニョ、ホニーニョ、 20m 前進、カットされました。ここですね、日産自動車おととし以来2年ぶり5回目日本一、延長で決勝点を挙げた木村和志、4点目を挙げたレナト、そして顔が見えますルーキーの山田、3点目。
キャプテンの松田がガッツポーズ。新監督清水秀彦さん、よかったな、嬉しいでしょうね。特にね、これまで日産のチームを作ってきた鴨さん、はい、あるいはですね、レナトですね、はい、あれごめんなさい、オスカーですね、はい、その一流の監督のですね、仲間入りができたということでですね、清水監督ほっとしたでしょうね。これで清水監督自身は高校チャンピオンになり、はい、大学チャンピオンになり、はい、そしてプレーヤーとして日産で日本一になり、監督としても日本一になったわけだですね。全てのものをですね、取った素晴らしいサッカー人生を歩んでますね。いやー、超満員に膨れ上がった東京国立競技場バックスタンド中央、日産自動車の応援団に日本一の報告に行きます。ゴールキーパーキャプテンの松永が、そしてベテランの木村が、2年ぶりに王座に輝きました日産自動車の清水監督にお話を伺います。素晴らしいゲームでしたね。そうですね、本当にたくさんのお客さんの前でいいゲームができて、本当選手もそうし僕も幸せですよ、はい、4対1という結果にはなりましたがね、延長戦ということは予想されてました？はい、1点取ってそのまま行くとは絶対思ってませんでしたので、まあ同点にはされるんじゃないかとは思ってました。ただ選手には慌てるなと、まあ今まで通りやっていけば必ず勝つのを開けるというか、まあ相手の人数が1人少なかったんでね、そういう部分で慌てないで攻めろとは言いましたけども、はい、延長戦に入るときですね、マネージャーも日産の選手の方が疲れがひどいんじゃないかというふうに見てたんですかね。いや、僕はそうは思わなかったんですよね。何ですか、相手の選手もかなり消耗してくると思ったんで、延長戦に持っていければもううちの方がいけるんじゃないかなって気がしてたんですけど。これなぜですか？相手のやっぱり動きはちょっと足止まってるみたいなんで、カウンターが多くなってきたもんですから、でどうしても長い距離走ってきたもんですから、かなりバテてくるんじゃないかなと思ったんですよね、はい、しかしこういう熱戦を制しましたが、この勝因というのは監督自身どうご覧になってます？いや、もう選手のもう本当みんなのね、本当頑張りでしょうね。もうやっぱりいいゲームをしようっていうそういう気持ちだと思いますけど、はい、しかし去年正月悔しい思いをしたのようやく晴らせましたね。そうですね、まあ勝負ですから、こういう去年みたいなこともあるし、で、まあ、今日みたいなこともあるんじゃないですか、はい、少し目頭が熱くなってきているようですけども、どうですか、もう新監督としてこのビッグタイトル、うん、すごい嬉しいです。それと、まあ、本当に選手が本当によく頑張ってくれた、そっちの方がやっぱりもっと嬉しいですね、はい、いや本当におめでとうございました、はい、ありがとうございます、清水監督にお話を伺いました。また後ほど選手にお話を伺う予定です。どうもありがとうございます。ロイヤルボックスにキャプテンの松永、そしてエバートン、柱谷弟、レナト、今天皇杯を受けるためにロイヤルボックスにやってきたこの日産イレブン、おととし以来2年ぶり5回目の天皇杯を手にしました。カチカリ縫いながら、はい、鼓膜に穴が開いているキャプテンの松永、そして途中何度も倒れたこの柱谷弟、いいですね、勝利のためにですね、全てを投げ打ってね、はい、努力する姿、はい、素晴らしいですね。走り回った地味ですがエバートン、そして4点目、決定的な4点目を入れたレナト、ストッパーとして活躍した小泉がいます。選手が、それからディフェンダー俊足の平川、延長で決勝の得点を挙げたロングシュートを決めた木村勝志、まあ、年齢がね、はい、高いですから、この優勝というのはですね、本当に思い出となると思いますね。なおかつ決勝勝ち越し点、はい、ね、見事な活躍だったです。ディフェンダー活躍した勝也も姿を見られます、水沼も笑っています、まあ、この水沼君、そして木村君ね、ベテラン、夏の本当に厳しい練習というものがですね、実ったという喜びがありますね。まあ、その日本一の雄たけびです。
キーパー松永、泣いている柏谷哲司、勝谷伊原、小泉平川、エバートン松橋、財前レナト、そして変わった水沼にルーキーの山田という、これ若手とそれからベテランの力がうまくその噛み合ったね、この天皇杯だったと思いますが、そこに日産の強さがありますね、勝ち越し点が水沼君、木村君、そして3点目がですね新人の山田君というね、はい、この辺のですね新人とそれからベテランのねうまく噛み合ったチーム、うん、これからがまた楽しみだとそんな感じを与えた今日の日産のチームだったですね。 しかしゲームを振り返ってみますと前半は両チーム得点なく、後半まず9分に日産がエバートンの相手のバックパスをカットしての1点、後半33分に読売が今度はラモスから武田の同点シュート、まあ、去年に続いてこれ延長戦、決勝の延長に入ったわけですが、まあ、あの前半こういうですね、はい、ビッグゲームというのはどうしても前半動きはないですね。松永キャプテンが今来てくれました。おめでとうございます。あ、どうもありがとうございました。去年の悔しさ晴らしましたね。これ完璧晴らせました。嬉しいです、はい、この1年間悔しかったでしょう。そうですね、とにかくこれ1年間のためにやってきたものですから、本当にもう勝ててもう最高です、はい、去年はもう涙した松永さんですからね、まあ、今日は泣かずに笑ってこれを喜びをかみしみたいと思います、はい、しかし今日は前半から厳しいシュートが何本もあったでしょう。そうですね、まあ、読みですからある程度覚悟したんですけど、まあ、僕含めてディフェンダーの人たちがよく頑張ってくれたんで、しのぎ切ることができましたけど、はい、本当に勝てると思ったのはいつ頃ですか。やっぱ延長入って3点目の時にまだ1点ではまだ分からないと思ったんで、あの時はもう3点目入ったらもう完璧で勝てると思いました、はい、選手たちも相当疲労してたと思いますがね、雰囲気どうでした。確かに足つったりしてるやついましたけど、まあ、とにかくもう決勝ですから、もうそんなこと言ってられないでみんなもう気持ちで頑張ってました、はい、清水監督にもいいプレゼントしましたね。そうですね、元旦早々いい大きなプレゼントで、ちょっとやらせてもらった気がしますけど、はい、本当におめでとうございました、はい、どうもありがとうございました。ゆっくり新年迎えてください、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。さあ、そして貴重な得点を入れました。延長のロスタイムで2点も入れました木村選手です。素晴らしいシュートでした。どうもありがとうございます。あのシュート今でもこう頭のシーンにこう残ってます。そうですね、まあでも思い切って蹴っただけですからね。でも狙ってたわけでしょあそこは。まあ一応あそこのコース空いてたからね、はい、今日はチームの選手全体的にこう気合が入ってるなと思いましたが、みんなね入りすぎちゃって足がつったりね、僕なんかもそうだけどいろんな緊張もあったしね、でまだ、まあ、みんながよく守ってねよく攻めたっていうそういう結果が出たんじゃないですかね。ただあの2点目のところロスタイムに入ってるっていうのは知ってました。多分もう時間なかったからね、多分そうですね、まあでも入ってよかったですね。そうです。あれでやっぱりチームのね気持ちが一つになったっていうかね、まあ本当最高でしたね。なんか疲れ切ってますね。ダメでした。倒れそうです。あ、そうですか。ゆっくり倒れてください、はい、今日はおめでとうございました。どうもありがとうございます。貴重な2点目を叩き出しました木村選手でした。あと一つラモス選手から談話が入ってますんでちょっとお伝えします、はい、読売のラモス選手ですが、読売としては攻めて攻めて非常にいい試合をやった、ここまでやればどちらが勝ってもいいじゃないかと、これだけの大観衆の前でこれだけのいいゲームができるんだ、日本でもこういうゲームができるようになりましたよということを言って引き上げていきました。放送席以上です。まあ、はにかみ屋のいかにも木村らしいヒーローインタビュー、その後のラモスの談話がありました。松本さん、はい、今のね、3人の選手のインタビューそれぞれですね受け止められる素晴らしい言葉ですね、松永君の喜び、はい、そしてベテラン木村君のですね余裕持った応対、そしてラモス君のですねこの超満員になったところでのね素晴らしいプレーゲームっていうのが何て言ってもですねこれからの日本のためにはね必要だというあの言葉、まあ3人ともですね素晴らしい言葉を今言ってくれましたね。そうでしたね、お互いプロのチーム、試合前勝負は二の次くらいの気持ちでプロとしてのプレーを、この6万の観衆、天皇杯でこんなに人が入ったことはない、そのプレーをお見せしようじゃないかと両イレブンが言っていた、その通りのゲーム、これ延長の勝ち越し点ですね。そうですね、
水沼くんのねこのベテランらしいですね、はい、余裕のフェイントのドリブル見てください、はい、それからセンタリング、ここからこの後ろに木村がいたんです、狙いします。そしてこの表情がですね全てですね。そうでした ね。そしてこれが3点目、延長の後半です。あと失礼、ああもう一回見るわけですね、はい、これをね水沼くんのこのフェイント、ね、で両バックの隙が入ってるところでもう抜かないうちにセンタリングしたところにですね、はい、価値あるプレー、これ距離は17、8メーター、20メーター近くありましたね、17メートルから8メートルぐらいでしょうね、これで2対1となり、さらに日産は延長の後半公式戦初ゴールというルーキーの山田で3点目、その後日産は4点目が入って見事な優勝、日産の2年ぶり5回目の優勝でした。解説は松本郁夫さんでした。松本さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。優勝に酔いしれます日産自動車。薄暗くなった東京国立競技場からこの辺でお別れいたします。